ディラン・カールソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント郡、エルクグローブ出身のプロ野球選手。左投げ、両打。MLB のセントルイスカージナルス所属。2016年の MLB ドラフト一巡滅追保で、セントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。なお、契約しない場合は、カリフォルニア州立大学、フラトン校へ進学の予定であった。契約後、 参加のルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスでプロデビュー。50試合に出場して打率、251、3本塁打、22打点、4盗塁を記録した。2017年は A 級ピオリアチーフスでプレーし、115試合に出場して打率、247本塁打、42打点、6盗塁を記録した。2018年は、 AQ ピオリアと AQ パームビーチカージナルスでプレーし、2球団合計で112試合に出場して打率。246、11本塁打、62打点、8盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリアハベリーナズに所属した。2019年は AQ スプリングフィールドカージナルスとトリプル AQ。 メンフィスレッドバーズでプレイし、2球団合計で126試合に出場して打率。292、26本塁が、68打点、20盗塁を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームのナショナルリーグ選抜に選出された。この年は、テキサスリーグの MVP に選ばれている。2020年8月15日に、メジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りし、同日のシカゴホワイトソックスとのダブルヘッダー第1試合にて、6番、左翼手で、メジャーデビュー。この年はメジャーで35試合に出場して打率、203本塁打、16打点、1盗塁を記録した。ゴツール外野手として、支出を備え、2019年までの過去3年間は、支給率11.6%と年齢離れした。 多席アプローチを披露している。ありがとうございます。